時刻は5時半を回りました。つながるラジオの時間です。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、皆様最後までお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしていきます。ということでですね、今日は、ゲストさんをですねお迎えしておりますので、早速ですけどもゲストさんをですねお呼びしたいと思います。八戸ゲストハウス登勢の家オーナーでいらっしゃる鈴木みのりさんをお迎えいたしました。どうぞお話しください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日はお越しいただいて、こちらこそ早速ありがとうございます。いやいや、とんでもないです。早速ですけど、今どちらにいらっしゃいますかこれ。いや、今はですね青森県にいるんですけど、はい、ちょっとズームの背景で今6中のズームの背景は、うんうんうん、これ沖縄県沖縄市にあるサイトなんですけれども、はい、なんか県内で唯一残っているサイトみたいです、はい、あ、そうなんですね。沖縄県の、はい、那覇市にある銭湯の、沖縄市、沖縄市、沖縄市か、沖縄市にある銭湯のズームの背景ですね。まあ動画でご覧くださいね、皆さんね。すごいやっぱ渋いねところ先頭に今いらっしゃるということで間違いないですか。そうそう、じゃあ去年、はい、沖縄市を旅行して縁があって、うんうんうん、大谷荘っていう沖縄市にあるゲストハウスに泊まってたんですけど、はい、その時になんかここの銭湯いいよみたいな言われて、沖縄で唯一しか残ってないからって言って、行ってみてって言って、で私すごい銭湯が好きなので興味津々で行ったら、はい、なんか私も今までなんか見たことない感じの銭湯のタイプで面白かったんです。なるほど。蛇口がこれ今ホースしかないんですけど、おー、確かになんか蛇口にホースがついている感じですよね。シャワーのあのヘッドじゃないですね。そうそうそう、だからこれをねこうやってなるほど、もう頭をこう突っ込んでいくタイプの感じですね。はい。おお、すごい。でやればね早いんですけど、はい、いやでもね、すごいこうレトロなね、はい、浴槽もすごいこう丸型のなんかね、そうなんです、楕円形の丸型のね、すごい、これ6人ぐらい入ったら結構ですよね。なんかこういわゆるちょっとこう後ろに富士山があってみたいなこう銭湯とはまたちょっと雰囲気の趣の違うね、素敵な銭湯を今日は、背景に鈴木みのりさんがお話をしてまいりますけれどもですね、ぜひ沖縄の皆さん行ってみてください。沖縄市の銭湯ですね。いや本当ですね、沖縄に近い方は、ね、観光客の皆さんも唯一だそうなんで、ぜひ行ってください。中野湯さんってことですね。那覇市の、あ、沖縄市か、沖縄市、沖縄市の中野湯さん、はいはい、ぜひ行ってください。ぜひ。で、まあ中野湯さんのオーナーさんではない鈴木みのりさんは今はまあちょっと簡単ではなると思いますけど、自己紹介も兼ねてちょっとお話しいただいても大丈夫ですか。あ、うん、はい、ありがとうございます。今青森県の八戸市っていう、はい、一番ちょっと県南の方ですね、岩手県に結構近い方の海沿いのところにある八戸市というところで、ゲストハウスを今やっております。で、ゲストハウスなんぞやっていう方のために説明すると、まあ、いろんなとこからこうお客さんが旅しにいらっしゃるんですけど、そういう観光しにいらっしゃった方を泊める宿を運営しております。なるほどなるほど、はい、あ、じゃあゲストハウスさんを今現状運営されていらっしゃって、青森県の八戸でやってらっしゃるということなんですね、はい、なるほどなるほど、はい。あれですか、ご出身もじゃあ八戸になるんですか。あ、実は出身が十和田市っていうところで、ほいほいほい、私の母方は、うん、ずっと八戸 の生まれ育ちなんですね。で、母が十和田の人と結婚したら私は十和田で生まれたんですけど、はい、ただじいちゃんばあちゃんひいばあちゃんがずっと八戸にいて、で、ちっちゃい時からずっと遊びに行ってたんですよね、はい、で、まあ、でもひいばあちゃんとか結構前に亡くなっていて、はいはい、で、ひいばあちゃん家が空き家だったところを私が改装してゲストハウスにしたっていう経緯があります。あ、なるほど。そのゲストハウスを去年からになりますかね、うん、そうです、去年の10月からやってますっていうことですね。またちょっとそのゲストハウスのお話もちょっとこうお話聞いていけたらいいななんていうふうにも思っているんですが、なんかね、お伺いするところ、なんかすごく沖縄とも縁がちょっとあるよというようなお話もちらっと
お伺いしたんですが、なんか沖縄好きなんですか？はい、大好きなんか多分あのいろいろ出張とかも含めて10回は絶対行ってると思います。お、結構まあまあの回数行かれてますよね、はい、10回だと。プライベートでも行って、はい、すごい楽しんでますね。あ、そうなんですね、はい。そしたらその仕事をしていた時にじゃあ沖縄県によく行ってらっしゃった？あ、そうですね、あの今ゲストハウスやって青森にいるんですけど、前の仕事は東京で、はい、商談会、あの展示会ですね、あのビッグサイトとかでたくさん企業さんが、あのビジネスイベントを主催する会社で働いてて、うんうん、でなんかちょうどその私が社会人2年目の時にコロナが来て、はい、まあそういう大規模展示会はちょっとコロナの感染の観点からどうなんだみたいな議論もあり、ね、なんかあのもっとこうなんだろう、作り手の方、あのものづくりをやってる方のなんかこう思いとか、うん、あ、技術とか伝わる形で、あのなんだ、もっと効率よくこう商談ができるのはないかっていうところで、うん、私の当時の会社の上司がなんと沖縄県の出身の方で、あの那覇のすぐ近くの町の出身だったんですけど、はい、はい、でなんかあの沖縄に思い入れもあって、であの国の補助金をこう引っ張ってきて沖縄で商談会をやろうと、その沖縄の作り手の方のところに東京とか他の地域からバイヤーを連れて行って、で商談をしようってことで立ち上がり、で私が一緒にそのプロジェクトをやっていたご縁で年に数回沖縄に行ってました。あ、そうなんですね、はい、なるほど、はい、じゃあこうすごいこう大箱のねビッグサイトってなったら、ちょうどこの前はコミックマーケットでね、うん、あのお盆がすごいことになってるっていうのが見えましたけどああいうところでこう展示会を企画する会社さんにずっといらっしゃったのがコロナで少し、そうですね、なるほど、縮小傾向になって、はい、でじゃあ沖縄でそれができないかみたいな感じになってっていう流れなんですね。そうなんですよ。はあ。じゃあ沖縄であれですか、あのじゃあ具体的にどんな方とこうつながってったりとか、どんな方とお仕事をされてたんですか？うん、そうですね、はい、まずあの商談会を企画するにあたって私たちは向こうでのつながりがすごい少なかったので、なんか現地で同じようにこう作り手の方の支援をされているライブスっていう会社が、まあ、東京に本社があって沖縄の支社があるんですけど、うんうん、はい、そこの、コウキさんってなんかちょっとめっちゃプライベートな感じでコウキさんっていう方に、うん、あのまだ一番お世話になって、うん、そのいろんな作り手の方紹介してもらったりとか、うん、商談会の運営のサポートに入っていただいたりっていうことをまずしてもらって、うん、あとはそれぞれの木工とか、あと瓶型とか、うん、琉球ガラスとか、なんかいろんなこう工芸が沖縄にもあって、でなんかそれぞれの分野の活躍されている作家さんと一緒に、はい、働いてましたね。へー、すごい。あ、結構じゃあ、いや僕もね沖縄ってすいませんラジオ持ってるくせに沖縄1回しか行ったことなくてですね、沖縄来い来いって言われて行く行くっていうちょっと詐欺を繰り返してるんですけどそうなんですよ。あんまり工芸品って言われてもちょっとピンとこないんですけど、今おっしゃったみたいなのってやっぱ、うん、あの沖縄の中だと有名な工芸品になってくるんですか？あ、そうですね、うん、沖縄で、はい、有名な工芸品たくさんあって、うん、確かになんかこうただ観光に行くだけだとあまりこうわからない、うん、なんか沖縄の文化的なものをすごくこの機会に知れたなっていうのは、はい、ありますね。なんかあの工芸品、あの国際通りとか行くとなんか偽物の琉球、はい、あのカラフルなガラスとか売ってないですかね。あ、はい、プリントのなんかいろんなあの明るい柄の T シャツとか売ってないですか、ね、はいはいはい、うん、見たことあります。そうそうそう、なんか観光向けにやっぱ安く大量に作られてるなって、海外でしかもあ、そうなんですか。はい、よく目にするんですけど、なんか本物の工芸品は多分なんか求めてる人にしか届いてないのかなという感じはしますね。へーいやー、それも知らなかったっすねそうそう、だからその観光で盛り上げたいみたいなのはあって、なんかそのためにこう安く大量に作る生産者がいる一方で、やっぱこう一個一個丁寧にものづくりをしてる人たちもいて、なんか私たちはその後者の方々のなんかこうサポートをしたいなと思って、はい、やってます。なるほど。そしたらこう結構沖縄には行く回数は多かったんですけど、ほぼほぼ仕事って感じだったんですねなんかあの
結構やっぱ東京から行くと移動時間とかもすごいかかる関係で、でかつあの社内でやっぱ沖縄に出張に行くっていうとみんな私仕事してないって思ってだからこうどうしてもその長期間行けないのに1泊2日2泊3日の中でその会社さんの取材とかアポイントめっちゃ入れまくるみたいな感じであんまり自由時間はなかったんですけど、うん、そうですよね。いやいやそれが普通ですよね。でもなんか沖縄に行くって仕事で行くんだって言っても仕事に見られないっていうなんかねありますよね。確かに辛かったですね、はい、いやーなるほど。じゃあ沖縄もう大ベテランでいらっしゃるっていうことですねいやでもまだまだ知らないことたくさんあるんだろうなっていうふうに思いますね。いや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 、そのねもう銭湯をご存知なだけでだいぶコアな感じがしますけど本当に、はい、中野湯さんね皆さんぜひ行ってくださいなるほどね、そうなんですね。いやで沖縄の工芸ものづくりっていうの、うん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 、本当にいろんな種類があって、はい、例えばなんか織物一つとってもなんかいっぱい種類があって、なんかあの私がその商談会やってた時は、うん、千葉の花織って沖縄市を中心としたこう工芸のあの花柄の方からがこう浮き出てくるんですけど、千葉の花織の方をあの出てもらってってやってたんですけど、例えばなんか種類よりっていう、はい、なんかシュリだからあの王朝のあ、うん、はい、そのとこでこう織られてたものとかもあって、なんかこう織だけでもいっぱい種類があるんですよ。それが例えば離島の方に行くとまた別のものがあってみたいな感じで、なんかもうね知れば知るほどねすごいたくさんあるんですよね工芸も。織物だけでもそんなに種類があるんですね。そう沖縄、だから私はまだ本当にまだ沖縄の表面ぐらいしか知れてないんだと思います。いや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 、今あの僕の中では9割知らない話9割どころかみたいな、ほぼ知らない話ですねなんか面白いのがその工芸 の, その歴史を紐解いてると、うん、結構沖縄の歴史と関係するところがすごい多くって、なんかそういう点もあって私はあの工芸にハマっていった感じですね。なるほど。じゃあ、うんうん、あれですよね、もしかして、まあ、まあ前職の上司さんが沖縄県の出身じゃなかったら最初 の, その沖縄でそういうことやろうっていうになってなかったのかもしれないっていうことなんですよね。いや、そうなんですよね。いや、ほんとクリマさんありがとう。届け思い、この思い。いや、ほんとそうですよね。なんかご縁って不思議ですよね。そうですよね。いや、でもほんとそうですよ。うん、でそこ熊本県だったら熊本についての話今してたかもしれないですからねそうですよね、確かにありがたいわ。あいや、でもそうやって現地のねそういう工芸品を作っている職人さんたちもじゃあ実際にお会いすることとかもできたんですか。そういうことは、はい、あできたんですか。はい、取材して、うん、その方がこうどういうものを作っていて、まあ、どういう強みがあってどういうことをこうバイヤーさんに PR したいかみたいなところを思いをヒアリングさせてもらって、うん、あのウェブサイトに一応まとめさせてもらって、うん、まあ、その内容をもとにこうバイヤーさんをこうどんどん集めていったみたいな感じです。はい、なかなかやっぱ作り手の方もあのやっぱプロの、 あの作り手なので、うん、ものづくりすごい得意でそれをやってて、ただそのそれ以外のこうことに時間を割くことがなかなか難しかったりして、例えばその記事を書いたり発信したりとか、うんうん、それこそまあ売りに出て行ったりとか、うん、なかなかそのなんだ制作の部分とのこうバランスが難しいっていうこともあって、うん、まあ、自分たちはその長年展示会をやってきたっていうのもあり、バイヤーとのつてもあり、なんかそういう商品の PR の仕方っていうのもノウハウがあったので、うん、だからそこでサポートさせていただいた感じですね。あ、はい、素敵な活動をされてらっしゃって、まあ、楽しかったですよ。いやすごいですね。もうまたやったらいいじゃないですかやりたいんですよね、はい、誰かの本当にまた沖縄とのご縁をが欲しいな。いやもうだからみのりさんもまた昨日でラジオやったらいいんですよ。だからやりますやりたいって言えばやれる痛いですね。ね、あのぜひ山内社長にねあのちょっとお話しして失
たいなと思いますんでね。あ、なるほど。まあ、そんな縁のね、あの沖縄との縁も深い鈴木みのりさんですけども、まあ、私とは、去年ですかね、ネクスト青森っていうなんかそんな、まあ、県が主催している、まあ、プログラムで実はお知り合い知り合わせていただいて、うん、あのいろいろこう起業をしていくとか課題解決をしていく中でどうしようかっていうふうなプログラムをやってね、その中の私はみのりさんがメンターという形で、うん、私の話をいつも聞いて優しく聞いてくださったっていう感じで、今日はなんか逆転してる立場なんでちょっと少し違和感もあるんですけど、僕なんかお話を伺うみたいな、ね、感じなので、で今はじゃあ、今の青森県のね、みのりさんの活動の話ちょっと少しお話できた、はい、聞きたいなと思うんですけど、冒頭お話しされていた八戸ゲストハウス、都政の家、うん、はい、まあ、これはどういったものになりますか？うん、そうですね、あの、うんうん、先ほどもちらっとお話ししたんですけど、はい、私のひいおばあちゃんである都政さんのお家を活用して、うん、あのリノベーションしてあのオープンしたんですけれども、うん、なんか名前に込めた思いとしては、一つはその都政おばあさんが暮らしていた八戸の暮らしっていうのを旅してきた人に体験してほしいということでつけてます。で、あの八戸のその、まあ、中心街からちょっと歩いたところにあるんですけれども、うん、なんか周りにこうあのなんだお祭りとかにゆかりがある神社があったりとか、うん、あとはおせんべいをこっちはよく食べるんですけど、南部せんべいって言って、はい、まあ、普通のせんべいはあの米で作られてるんですけど、こっちのせんべいはあの昔からこう気候が冷涼であったっていうのもあって、うん、米が取れず小麦でおせんべいを作るっていう文化があり、うんうんうん、はい、でそのおせんべいを手焼きで焼いてくれるカフェがあったりとか、こうあと青森県ってあの人口あたりの戦闘数が日本で一番多いって言われてるんですけど、あの都政の家の近くにも銭湯があったりで、銭湯がある種コミュニティみたいになって、おじちゃんおばあちゃんが集まって、はい、話しながらこう体はこすり合ったりとかしてお、なんかそういう、こう八戸らしいものがあの今人減ってる中でもまだ残っているエリアなので、なんかそういったものを体験してほしいなっていうのがあり、でもう一つ込めた思いとしては、うん、その都政おばあさんのお家には毎年夏になると遠方からいろんな親戚とかがこう集まってきて、であの夏はあの三社大祭っていうお祭りが八戸で大きいのがあるんですけど、うん、はい、それをみんなで見に行ったりとかして、なんかこう遠方からこういろんな人が集まる、地域の人も遠方の人も集まるみたいな意味で、なんかこう人が集まる集う場になってほしいっていう2つの意味を込めて、はい。素敵ですね。なんかすごいすごい。あれなんかそしたら、もともとはその都政おばあ様が住んでいらっしゃった場所を、はい、まあ、リノベーションされて、はい、で、はい、今ゲストハウスとしてで、はいはい、貸し出しされてて、で、はい、その昔はおばあちゃんを中心になってたものを今はそういう地域の皆さんとかその、うんうん、地域の中心になるような場所にしていきたいなみたいな、そんな思いでいらっしゃるってことですね、うん、じゃあね。そうですね、いろんな方に利用してほしいなと。ゲストハウスっていうとどうしてもこう外から泊まる人が利用するものなんですけど、まあ、そこにこう地域の方もぜひ集ってほしいなっていうこともあって、なんかイベントを月に1、2回ぐらい開催したりとか、はい、いろんな。いや、素敵な活動されてらっしゃいますけど。ありがとうございます。なんかあれですよね、その開業するというか、そのゲストハウスさんを作るとき、はい、リフォームも結構ご自身でやられたっていう風な話でしたけど。そうですね、なんかトイレ工事とか、なんか水回りはちゃんとプロにお願いしたんですけど、はいはい、それ以外の例えば壁とかもなんかクロスがかびてたりとかして、なんかそういうのも全部剥がして漆喰塗ったりとか、うん、あとは棚をつけたりとか、これもなんかあのさっきちょっと松山さん言ってたネクスト青森っていう、はい、なんか青森ってあの社会課題解決しながら起業しようみたいなプログラムがあって、うん、なんかそこで出会ってなんか DIY を事業にしたいっていう方と一緒、方にお手伝いしてもらって、はい、やったので、やっぱ人のご縁って大事ですね。じゃあそこのプログラムで出会った仲間の方にもお手伝いをいただきながら、はい、そうなんですよ。ほう、それそれ、だからそれも出てなかったら、プログラム出てなかったらそれないんですもんね。うんうん、そうなんです。なんか人のご縁に支えられて生きてますね、私は本当に。いやーすごいですよね。まあ、いや僕からしてみたら、そのみのりさんに会ってなかったら僕もこうラジオやってなかったかもしれないんで。
いや本当本当、いや本当ですよ。そんな積極的に何かこれもやってみよう、あれもやってみようなんて思ってなかったかもしれないですからね。なるほど。でもその八戸っていうね場所は先ほどお話も ありましたけど、三社滞在ちょうどね、あのもう終わってしまいましたけどね、あの毎年8月の頭にね、やってらっしゃる。だから青森県といったら結構8月は暑い時期になるっていうかね、そういう気温的にもこう熱気的にも暑い時期になるっていうね、そういう場所でもありますよね。いろんな各地でお祭りがあってね、はい、うん、そうですね。じゃあだいぶ賑わったんじゃないですか今年の夏も。そうですそうです。今年はその、うん、まあ、去年も一応三者体制やったんですけど、うんうん、なんか例年と違う形で、はい、なんかちょっと寂しい感じだったんですよね。今年はなんか本格的にやって4年ぶりに、うんうんうん、あの人形の出汁を作るんですよ、はい、あの三社大祭では、うんうんうん、ねぶたとかなんか提灯の大きいやつをこう作って組み立ててってやると思うんですけど、はい、八戸の三社大祭はなんか地元の町内の人がなんか人形を作って組み合わせて、うん、で私が参加したところは、うん、あの源平合戦、源氏平氏の合戦の図を、うん、あの出汁に表現して、はい、でやったんですけど、うんうんうん、なんかこういろんな、なんだ、例えば昔話に基づいてとか、いろんな歴史のなんだストーリーに基づいてこうみんな作ったりとかして、はい、なんか27代、はい、27グループの出汁が町を練り歩き、お囃子と一緒にっていう感じのお祭りで、はい、で、すごい人来てましたね。そうですよね、はい、結構な数出るんですね、27代ってね、うん、そうそう、27代、でも27代でも減ってる方なはずですね。なんか今年で辞めるっていうところもあるらしくて。ああ、そうなんですね。そうです。お祭りに関わる人がどうしても少なくなっているので、はい、まあ、ただ、はい、すごく活気があって、あの私も実際笛吹いてあの一緒に練り歩いてたんですけど、はいはいはい、まあ、沿道にもう人が溢れ返ってて、こんなに人いたっけ八戸市みたいな多分いろんなとこから見に来てくれて、ゲストハウスもその時期いろんな国からも来てくれて、はい、そうなんですか。と具体的にどちら方面の国から、その期間は、はい、アメリカからとフランスと、あとインドの方、インドもいらっしゃいましたね。あとメキシコの方とかも、はい、幅広いですね。そうですね、いやなんかみんな面白いことに、まあ、ねぶたもそうなんだけども、なんか結構八戸の三社大祭をめがけてきたっていう方が多くって、なんかびっくりしました。なんか青森県といえばねぶたが有名なんですけど、うんうんうん、はい、三社大祭のこともしっかりリサーチして来てくれていやそれ嬉しいっすよね。嬉しいですじゃない。すごい、なんかメキシコの人がね、なんか三社大祭を調べてるってなるとすごいなんか面白いっすね。なんかすごいことが起きてる。でもなんか聞いたら、その八戸市がやっぱ海があの近いって、海でまあ海産物が取れて美味しくてっていうのがあって、なんかその海の近くを旅したいってなったら八戸が出てきて、そしたらちょうどお祭りの期間だったみたいな感じで、はい、なんかタイミング良かったわみたいな感じのことを言われてる方も。いすごいよ。そんなになんかインターナショナル、グローバルな感じだと、僕どっちかって言ったらそういうアジア系の方が多いのかなって勝手に想像してたので、確かにむしろアジア系の方が、そのインドの方以外今まで全然泊まってないと思います。あ、台湾の方は来たけど、はあ、多くはないので。そうなんですね。ちょうどこの時期がその6月から8月ぐらい、はあ、あの欧米がバカンスの時期っていうのもあって、あ、多分それで長期間日本に行っていろんなとこを回って、る中の一つが八戸だった。なるほど。だからいろいろ多分これこの後も回ってらっしゃるのかもしれないですよね。だからね。そうそうそうです、そうです。はあ、すごいな。でもあのみのりさんはね、英語もできるから、その辺のコミュニケーションも向こうからしてみたら安心感はあるのかもしれませんね。まあそうだと信じたいですね。いやいやいや、大事なポイントですよね。でも結構サポートできるかできないかってね。だって簡単にご案内なんかしたりするんじゃないですか。だって少しは。あ、そうですね。なんかこう、うん、ここに何があるとか、うん、銭湯はここにあるとか、それこそ地域のこうインフォメーションを伝えたりとかはしますね。やっぱそうですね。なんかすごい仲良くなったら一緒に遊びに行ったりとかもします。あんまりケアですけど。すごいな。いやでもそういうふうにこういろんな人とつながれる場所、自分にとってもそういう場所になってるっていうのは、いや本当にすごいなと思います。
いやぜひね沖縄ね今日放送をご覧になっている皆さんも、八戸ね青森県をお越しの際は八戸市内にある、土瀬の家ゲストハウス、はい、あのホームページをねあの概要欄の中に貼らせていただければなというふうに思ってますので、はい、ぜひ、いらっしゃっていただければなということで、あっという間ですけども、エンディングの時間そうなんですよ、早いですよ、30分って早いですよねそうですね、マジか早いですよ、なんかあの言いたいなかったこととかもしありましたらぜひ足りなかったことか、はい、いやでも本当にあのこの沖縄が結構好き で、うん、で去年の5月にあの旅して以来まだ行けてないんですよね最近、うん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 、なかなかやっぱ青森からってなると東京に出て東京から飛行機とか多分なるんですけど、はい、ちょっとアクセス悪いってこともあってちょっとそれを避けて行けてなくてですね、うん、ただ沖縄愛はすごい強くてあのゲストハウスたまたまその曽祖母の家が空いてたから八戸でやるって決めたんですけど、うんうん、そうじゃなかったら沖縄でやってたと思うんですよ、ね、そうなんですね、はい、なんかその沖縄とはやっぱなんかつながってたいしなんか青森の人にもその沖縄の美しい文化をこう届けたいし、うん、そのやっぱ青森その八戸とかでも沖縄の話したらそのやっぱ綺麗な海と、うんまあ、なんか美味しいフルーツとぐらいしかみんなわかんないんですよね、うんうんうん、そうじゃなくてなんかもっともっと美しいこの沖縄のこう表現する文化っていうのをすごく伝えたいなって思うし、うん、だからなんかこう沖縄とそれこそ八戸青森県をこうつなげるようななんか応援っていうか取り組みっていうのもできたらいいなっていうのは思ってるので、うんうんうん、ぜひこう一緒に仕事したいっていう人がいたらあの、ね、声掛けいただけるとすごく嬉しいですね。じゃあの、まあ、ホームページに、貼らせていただく問い合わせフォームかなんかからでも大丈夫ですかね、つながるのは。あとはフェイスブックとかなんか載せても大丈夫ですかね、概要欄の方には。じゃあ、はい、はい、はい、ぜひ。あれから分かりました。じゃあ、ぜひですね、あの動画でご覧の皆さんは私の、横にある QR コードから、つながるラジオの YouTube チャンネル行っていただけましたら今日の動画の概要欄に、鈴木みのりさんにまつわる情報もですねお載せしておきますので、ぜひ、つながっていただければなというふうに思いますしね、あのラジオももしかしたら始めるかもしれませんからその時は楽しみにしておきたいなというふうに思いますねこれはやらないといやね、本当にちょっと短い時間ではありましたけどもですね、またぜひ続きのお話もまだまだありそうなので、あの続きのお話に遊びに来ていただければなというふうに思いますお待ちしておりますので、はい、ありがとうございますということで今日はですね、八戸ゲストハウス、土瀬の家オーナーでいらっしゃる鈴木みのりさんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ皆様また来週お会いいたしましょう。さようなら。